今回はグラトリのノーリーフロントサイド360のレッスンとなります。挑戦したいなと思っている人はこの練習方法を真似してみてください。こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。今回はグラトリ初心者レッスン行ってみましょう。はい、今日は初めてノーリーフロントサイド3で挑戦したいと思っているあなたにね、ぜひやってもらいたい練習となっています。完成形のノーリースピンとはちょっと違いますが、ここから練習するとやりやすいよっていうところをね、今日はねお伝えしていきますので、ぜひね真似してもらいたいなと思います。はい、まず最初にやるときは完成形のねかっこいいノーリースピンは1回置いておいて、ここから練習してください。何をやるのかというと、横移動からノーリースピン打ちます。こんな感じです。見てください。今日の目指すところはここまで目指しましょう。はい、横移動でここから、はい、ノーリースピン、はい、これを目指していきましょう。これでまずは回転と着地をね覚えていって、ここから徐々に進化していってね、かっこいいノーリースピンまでねつなげていってもらえるといいんじゃないかなと思います。はい、まずポイントは体の軸です。はい、体の軸はもう重力方向に1本、はい、軸入れて滑ってください。飛ぶ時も一緒、着地も一緒ですね。これがブレてしまうと残念ながら回れなくなります。ではそのね軸を保つ練習方法です。はい、これをやります。横移動ね、エッジをずらさないように横移動しながら、はい、そのままジャンプ着地、ジャンプ着地、はい、これをね練習するようにしてください。これでまずは重力方向に体をねキープしながら、軸キープしながら上下運動ジャンプできるように練習していきましょう。はい、これができるようになったら次です。はい、次は少しずつ回転を加えていきたいと思います。最初ね180度ぐらい回れば OK なので、つま先着地を目指してください。じゃあ何やるのかっていうと、今度は少し山側に登っていくね、今の横移動から踏み切るときにちょっと横移動、山に登っていくような動きを入れてください。見てくださいね。はい、横移動します。で踏み切るぞーっていう時に山に登るようにして、登るようにして、ギュッと登るようにして、はい、こんな感じね。これで板を進行方向、横に進みながら板を縦にしていくね、ようにしてあげてください。はい、でここで次です。はい、次重心の踏み切る位置を意識してください。はい、ノーリースピンなので前足でね踏み切りたくなるんですが、それはまだ一回置いときましょう。まずは、はい、板の真ん中で踏み切るイメージを持ってください。でこれはなぜかというとですね、はい、今横に移動してますよね。横に移動してるんで、そもそも斜面に対して板が立ってる状態で、ね、エッジがかかってる状態で滑っています。そこからさらに板を横にすると、はい、見てください。ノーズテールだとしたら、はい、板を横にすると、斜面に対して板を横にするとドッ、はい、テールが浮きます。おのずと真ん中で踏み切ってもノーズで踏み切れるようになるんですよね。なので無理にノーズに乗せる必要はないので、真ん中で踏み切るイメージ持ってください。見てくださいね。はい、これも180で OK です。はい、踏み切るときにちょっとだけ山に登りながら真ん中で踏み切る。はい、そうするとこのようにね回っていきます。まずここから練習していきましょう。ここで一つ注意点です。はい、横移動で練習するときは必ず後ろから人がね滑ってこないかチェックしてから滑り始めるようにね、安全確認をして行っていきましょう。はい、では次の練習いきます。はい、次は今のものに対して目線つけていきましょう。はい、目線を山側に向けます。そうすると回転力が増していくので、先ほどよりも少し回っていきます。見ててくださいね。横移動、山に登る、まっすぐ踏み切って山側を見る、ポン、はい、着地してからズルズルって回っていきましたよね。このねイメージを持ってあげてください。山側を見る、ここで回転を加えていきます。はい、では次手です。手はT の字に脇を開くように使っていきましょう。変に回すぞーってやってしまうと逆に回りづらくなりますので、手を開く、ね、これが大事ね。見てくださいね。はい、横移動から手を開きます。踏み切るぞーっていう時に山を見ながら手を開く。はい、さっきより回っていきましたよね。はい、これが上手くなってくると肩だけの動きでできるようになります。今は最初ね体大きく動かしてね、体の動きを覚えておくのに T の字でねやっていくといいと思います。はい、はい、それでは次です。次は着地してからの目線です。はい、目線は一気に振り返って着地の方を見るのではなくって、着地してから進行方向に振り返るようにしてあげてください。見てくださいね。はい、横移動で、はい、踏み切ってから
山向いて踏み切ってから着地してから踏み切る、振り返るね、この動きです。こうすることによってまず着地の時に下半身だけが先に回っていく動きが作れるのと、振り返った時に板が回りすぎないでね、止めることができるよっていうメリットがあります。はい、それでは次は着地の姿勢を作っていきたいと思います。着地の姿勢はスイッチのフロントサイドテールプレスのような姿勢だと思ってください。はい、前足の方が多く曲がって後ろ足少ししか曲がらないよう、そして上半身をひねりながら着地するようにしていきます。そうすることによって最後の回転をピタッとね合わせることができるようになります。まず見ててくださいね。それでは着地に注目して見ててくださいね。はい、いきます。フロントサイドテールプレス、この姿勢、はい、を意識して上げてください。はい、これが、ルックバック着地って言ったりブラインド着地って言ったりだとか、あと、絞り着地って言ったりとかね、いろんな呼び方あるんですけど、まあこうやってちょっとひねりながら着地していくように意識してください。でそこから振り返っていきます。ではこう今日の流れ、一連の流れ行ってみます。見てくださいね。はい、まず横移動で助走をつける、体の軸は重力方向にまっすぐキープして、踏み切るときに山側に少し上りながら板をまっすぐして踏み切る、山側見る、着地、ルックバック着地、そして着地から振り返る、この動きになります。これ少しスムーズにやっていきます。見ててください。横移動させていって、そこから、はい、山上りながら踏み切って着地、はい、こんな感じですね。はい、スピードが乗ってくると、回転力も増していきます。スピードが遅いと回転力も弱くなっていきます。これはなぜかというと、このノーリーフロントサイドスピンの場合は外力を回転力に変えているからです。まあ、要するにスピードですね。スピードが速ければ回転力も強くなる、スピードが遅ければ回転力も弱くなる傾向がありますので、回りきらないなという方はですね、徐々にスピードを上げていってみてください。スピードを上げることで回転力が上がりますので、まあ、それだけね回りやすくなっていきますのでね、調整してみてください。とはいえですね、スピード速すぎてしまうと今度回りすぎてしまってね、逆エッジのリスクとか上がってきますので、まあ、自分の調整していって、やりやすいスピードで見つけると良いかと思います。はい、今回はノーリースピンのね最初に挑戦してもらいたい、ね、練習方法をお伝えしてきました。ぜひ練習してみてください。ノーリースピンのレッスンに関してはまだこれからねいくつかの、ね、バージョンをねお伝えしていきたいと思いますので楽しみにしていてください。はい、今回以上となります。長い時間お付き合い本当にありがとうございました。次回またお会いしましょう。レイトプロジェクトの滝沢健二でした。バイ。はい、それではね深掘り回数いってみましょう。ここから SBOS&YouTube メンバーの方限定のねレッスンとなっていきます。はい、横移動していって、ここの踏み切りはイメージ変わらないです。そこから、はい、